皆様、ごきげんよう今週のご講室高清水優子ですえ。今日11月2日は赤坂御用地の赤坂御苑で秋の園遊会が行われていまして,して歌手の松任谷由実さんや将棋の加藤由美さんなど、えー、総勢でおよそ1,400人の方々が招待されています。 ま演誘会といいますと天皇皇后両陛下が主催する日本で一番大きなガーデンパーティーといっても過言ではありません今年の春の演誘会には車椅子テニスのレジェンド国枝慎吾5歳も招待されましたが春の演誘会では途中雷雨を伴う まあ、ものすごく強い雨が降りましていろいろと支障が出たようですが今日の演誘会は秋晴れの空の下和やかな雰囲気で行われたようですその様子につきましてはあ多くのメディアでもご紹介しているはずですさて今日のこの時間ですけれどもこの一週間を振り返りまして主な皇室のニュースをご紹介していきたいと思っていますまずはこちらの新聞記事からご覧いただきましょう 天皇皇后両陛下が天皇賞をご観戦になりました天皇皇后両陛下は29日東京競馬場を訪れまして第168回天皇賞を観戦されました宮内庁によりますと天皇陛下が競馬場でレースを観戦されますのは平成26年の日本ダービー以来で皇后陛下は初めてだということです 両陛下は貴賓室のバルコニーからコースに入場する馬らを双眼鏡で熱心にご覧になっていたということです。またレース中は立ち上がって勝負の行方を見守られたといいます。 天皇陛下はイクイノックスの日本レコードの勝利にすごいレースでした,のででしたねとお述べになりまして皇后陛下も他の馬も頑張りましたねとねぎらわれたということで写真付きで報じられています、まあ、天皇賞といいますとやはりあのこの競馬場全体独特の雰囲気に包まれます。 私も天皇賞は、えー、今から三十数年前に、えー、シンボリルドルフの取材も兼ねて、えー、行ったことがあるんですけれどもやっぱりあのおーレース天皇賞何が起こるかわからない、えー。一番人気の当時、えー、シンルルドルフが、まあ 必ず天皇賞馬一着になると思い込んでいたんですけれども、えー、ゴール直前の直前の,あの直線のところでなんとギャロップダイナという馬がすっと抜け出して1位を取ったという私にとっても忘れられない天皇賞の思い出ですが天皇賞といいますとシンボリルドルのことを思いい出してしてまいます、えー、続きましてのニュースはこちら皇子同期朗殿下のニュースです、えー。ご覧いただきましょう 両殿下は全国障害者スポーツ大会にご臨席になりました秋篠宮殿下はこの開会式で一部に手話を用いられお言葉を述べられました障害のある人もない人もスポーツを通じて触れ合いの絆を深め多くの人々の心に残る実り多い大会になることを願われました 両殿下は続いて知的障害のある選手らによるバスケットボールの試合もご観戦になりましたそして得点が入るたびに拍手を送られていましたまた大会運営をサポートするボランティアらとも交流をされまして手話を始めてから何年ですか一番難しいのはどういうところですかなどと質問されていたということです。 まあ今回のこのスポーツ大会で秋篠宮殿下自ら手話を真面目にお言葉を述べられたということはやはりお隣に手話の先生とも言うべき機子殿下がいらっしゃるまたあ次女の過去内親王殿下も手話を一生懸命学ばれまして、えー、全日本ろうあ連盟の非常勤の職員としても尽力されているという背景があります。そしてまた長男の久人信濃殿下も落ち お小さい時からこの生活の中で自然に手話には親しまれていまして例えば本当にお小さい時においしいものをいただいた時にはこんな風においしいという手話をなさっていたということも伺ったことがありますこのように障害者スポーツ大会において手話でお言葉を述べられるしかも皇太子のお立場である孔子殿下がなさったということはとても大きな選手にとっても励みになったのではないでしょうか 続きましては秋篠宮家の次女、過去内親王殿下のニュースです。こちらです。過去内親王殿下は一日昨日ですね、ペルーを公式訪問するために民間機で羽田空港を出発されました。今年は日本とペルーの外交関係樹立150周年にあたります。 そして10日までの5日程で記念式典への出席や大統領を表敬訪問されるなど、友好親善を図るということです。まあ、このペルーということで言いますと、2019年ちょうど4年前に姉の、 当時のマ子内親王殿下が訪問されています。まあそれ以来となりますけれども、今回はですね、お姉さまも訪問されました。マチュピチュの遺跡なども視察においでになるということです。え直行便がありませんので、一旦あのアメリカでトランジットがあって、そしてペルーに向かわれるわけですが、あいろいろなメディアではそこのアメリカに立ち寄るということで、姉のまあマコさまに。 会うんではないかということをことさら注目して報道しているようですが私はですね今回、まあ、あの公務に支障がなければお帰りの際でも血のつながったご兄弟ですから別に面会してもよ,よいのではないかなというふうに思っていますし会ったからどうの会わなかったからどうのということをことさら注目して報道するこの姿勢も何か間違っているんではないかなというふうに感じています。 まあいずれにいたしましても美しい内親王殿下のペルー訪問です現地でも大歓迎そして大きな報道、えー、かなり紙面を抑えての報道も予想されます素晴らしい国際親善の成果が得られますように国民の一人としてご記念申し上げたいと思いますそして今日はですね一つ、えー、とっても興味深い展示会を一つ企画展を紹介したいと思いますこちらです 現在ですね明治安田ビレッジ丸の内1階アトリウム丸の内ですけれどもここで11月の5日まで企画展皇居の生き物たち環境変化で何が起こっているのかという企画展行われているんです、えー、入場は無料ですあの内容なんですけれどもちょっと下の方に行っていただくとまず皇居の生き物たち という一つの区切りがあったりまた皇居の自然でしたりその生き物の多様な調査方法などということも丁寧に展示されていますまた環境変化によるその生物の変遷などもまあ、丁寧に写真やあるいは標本などを用いて、えー、展示されているということなんですね 今回のこの企画展なんですが国立科学博物館が全面協力をしています。そして皇居の中の生物生き物ということに関しましては上皇陛下がメインで、えー、なさっていましてそして皇子殿下さらには悠仁親王殿下も加わってて。えー 実は久人殿下が発見した新種のトンボなど,などもあるんですけれども、皇居あるいは赤坂御用地のそのトンボの標本なども展示されています。ただ、どの種類のトンボを久人殿下が発見されたのかということは表示されていないんですけれども、このようにお父様、そしておじい様、また昭和天皇も、 生物に関しましては学者でいらっしゃいますのでその血を受け継がれた悠仁殿下のご研究の成果の一端をこの展示会で私たちもあの直に見ることができる貴重な機会になっていますので11月の5日の日曜日まで行われています丸の内の明治安田緑地内丸の内1階のアトリウムで行われているということなのでぜひご興味のある方はあお立ち寄りになってみてはいかがでしょうか。 えきっといろんな発見があるのではないかなというふうに思っています以上今週のご講室でした